雨ロングブーツかかとと土踏まずの間は海だらけせーわー6時20分だった予定を6時から今回はね、わがままやすみませんでした先週のうちに気づいとけばよかったのよ。そうね、その前にさ、タイトル言ってないよ日井屋敷とシステマとの今預金はいくら今預金0円だからね、我々今0円でございます。先週負けたから、というわけで、今日はですね、ショートタイムでいきますよ。はい、そうですね。でも元々は我々15分ぐらいのつもりで始めたのに、いつも長すぎるだけですからね。そうだ、ダラダラやっちゃってるだけだからね。今日はその最初の趣旨にのっとってやってみようじゃない、はい、いい、おかまみたいこの服もダサい今日さ、暑いのよ、すごく暑くて、うん、いつも T シャツでさ、うん、汗ダクダクで、うん、もうベッドベトなんのよ、はいはいはい、で、今日朝からすげー出てたの。そうね、暑かったよね。そうだから、うん、今日ちょっと速乾性のあるこういう生地で臨んでみたわけ、うん、あー、なるほどね、そうそうそう、スポーティーだね。そう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 、いかんせんこの柄だよねもっとあっただろってえー、この顔でこの柄でしょ。じゃあこれの似合う人募集。あ、いいね友人あたりか。友人似合う。いや、それも友人も顔汚いよ結構汚いって言ってたからね。まあ、いやいや、まあ行きましょう、はい、じゃあ早速今週のお酒のコーナーです。前回言ったあのタコのカルパッチョに合うもの、うん、俺カルパッチョにするの忘れちゃったんだよ、やはりね暑さで足早いからね、覚えた。 お客様からね、タコは走らないと思いますご意見いただきましたご意見いただいたとかいうレベルじゃない、ね、でもまあそんなカルパッチョとかに合うエルギービールをご紹介いただこうということでございます、はい、今週のビールは何ですか。これはなぜこれが合うと思ったんですか。スパイスたっぷりでホップを使ってないので、おお、タコのカルパッチョにスパイスを合わせてください。もうこれVTR もう終わった短くね今日今日のためのショートバージョンっていうかのんちゃん今日前傾姿勢でさ、ちょっと顔赤くなかった。あのお酒入った後に撮らせていただいたんで。酔っ払ってたってことだね。だから結構こういう感じで喋ってたのに、そういう時に限って短いんだね。そうだね、もうちょっと見てみたかったけど、ね、見てみたかったね。ご機嫌のんちゃん結構ご機嫌なの、うん、結構饒舌でした。饒舌そんなやつに合ってるやつ、これはなんていうタイトルなんですか。グルッとベルギーやこれはねブロンド、フルートフルートって読むんだ。フルーティーなんですか。フルーティー飲めばわかります。あのね、わかるかな。すごいね、中にね塊みたいのが入ってんのよ。じゃあフレームアウトしてます。もうちょっとまっすぐ前に身が入ってますね。身が入ってるんですよ。よく夏とかに家でペットボトルに長く置いとくと下の方に白っぽいもの溜まるじゃない。あんな感じ。あのベルギービールは檻が下に溜まるんで。ああ、白い沈殿物が。もう振った方がいいの？あ、でも振ると炭酸ですから。そうね。ああ、今回もグラスがないですね。どうですか？微炭酸だね。あれ？いつもより？微炭酸で、うん、確かにフルーツが入ってんのこれ。そうです。あのね、本当にね、フルーツの味がするんだ。あの、フルーティーとかじゃなくて、うん、フルーツの味がするんだ。何のフルーツ？これはね、果物かな。フルーツを日本語にしただけだ。これね、体にもいいらしいんです。これまだ体にいいビール。下まで俺たどり着いてないけど、うん、これ何の実が入ってんの？絵でわかりません。ココナッツ？絵なんか書いてあるこれ。どこに書いてある？これね、確かアプリコットが入ってる。あ、アプリコットなんだ。アプリコット、何？アプリ？何？アプリコット。ちょっと大丈夫ね。アプリコットってどんな食べ物？アプリコットは、うん、桃のちっちゃいやつみたいなやつ。スモモみたいなやつ。そう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 。っていうか、アンズですね。二人とも知らなかった。アンズでいいじゃねえかよだったら。アプリコット。
アップリコットなんて言われたって、あんずって食べたことある？多分どっかであるんじゃないかな。ほらでも覚えてないでしょ。だからあんずを知らなきゃさ、これ飲んでもすぐあんずだってわかんないよ。フルーツって言っちゃったからね。あーでもね、うまいわ。おいしい。カルパッチョに合いそうですか？あーなるほどね、あのさっぱり、そうね、合うだろうね。いや飲ませてあげたいけどね。来年行った？病院行った？行きました。あーじゃあ、早速じゃあそのまま続けていきましょうよ。そうね、今週の検診コーナー行ってみましょう。先週ら行ってなかったからね。そう今週行きました。はい、どんな感じでした？いやもうとにかくね、待たされた。病院だから ね、ちょっと新しい病院に移ったのよ。ええ大きな病院に、そこで出産するから、うん、ということで、あの今までは小さいクリニックだったんだけど、うんうん、あの出産分娩でもそこのクリニックだって出産産業できないの。あ、やってないんだ。そうだから、いずれは移動、あの移るか、今のうちに移っとこう、今のうち早いうちから移りましょうって言って、うんうんうん、初心だからね、うんうん、なんとね、朝早くに行って、うん、8時に受付したのに。大学病院、あのね、そう結構でかい慈恵大病院って有名なところなんですよ。そしてね、朝8時に受付してね、なんとね、呼ばれたのがね3時。でしょ？ 6-1？ 6-1 待ち？違う、もっと待って。7-1。 7-1？ 7-1？ 7-1、すごいでしょ。しかもね、何も言われないわけよ。ずっと待ってんの？受付で待ってて、うん、であれ、おかしいなと思って、うん、あのこれどれぐらいかかるんですかって言ったら、あのいやちょっとあの予約のお客様との兼ね合いがあるんで分かりませんっての、うん、でもさ、7時間も待たせるんだったらさ、なんかあるじゃん。そしたらさ、携帯電話じゃあ預けますんで、うん、あの呼び出しますって言われてさ、うん、で私がそれ聞かなかったらもうずっとそこに座って待ってたよね。いや、うん、だしそういうシステムを取るべきだよね。最初から ね言わなくてもね。そうそう、だってそんなに待つんでしょ。いやー、だから7-1って。大丈夫ですか、そんなに。いやいや、ありえないでしょ。ありえないけどね、その病院はそれがもうもっぱら通常なの。7-1が通常なの。初心の人はね、そう、一日のほとんどが終わるじゃん。いや寝てたよ、ほとんど病院内で。私お菓子食べたら寝てました。それって普通なんですか？あの普通じゃないですよ。いやいやいや。だから特にね、その病院がね、うん、東京じゃないから、うん、少ないわけですよ、うん、産婦人科が、うん、そうなってくると行く人が多いっていうことでね、多分待たされる。すげえな、7-1待ちは。ただね、あの元気だったんで。元気だった、大丈夫です。はい、あ、なるほど。7-1待って何分診察してもらったの？うん、それでも1時間ぐらい。1時間診察したの？それはね、なんかいろんな検査をするから。ちょっと待って、もうさっきから単位がおかしいよ全部。そうだから丸1日かけて調べる。だってさ、7-1待ってて1人 1-1 だったら7人じゃん、うん、そんな待ってないじゃん。そう、ね、そう、いや待ってんだな、これが。あ、待ってんですよ、全然いっぱいいる。あ、大丈夫だった？大丈夫だった。子宮が曲がってるよって言われたんだけどね、うん、なんで笑顔なの？知らなかったから。これは生まれつきですね。曲がってたってさ、別にもうどうしようもないもんね、言われてもね。そう曲がっててもさ、うん、こうやってればまっすぐだった。胎児が？ひでえな。時間がね、時間が押してる、押してる。そうだ、うん、どうして、何があったの？あの見に行ったんですよ、インド映画。ありがとう。先週言ってた、きっとうまくいく、これ相当俺おすすめした映画でしょ。あのね、見たんだよ。いつ見たの？木曜日に見に行って、うんうん、それでね、昨日もまた見に行ったの。ええ、2回行ったの？2回行ったの。スピルバーグ3回見てるから。いや、あと1回行ったらスピルバーグだよ。興奮しすぎ。ただね、面白かったでしょ。見に行った、面白かった。ただね、なんで2回見に行ったかっていうのはね、寝ちゃったから。バカ野郎。1回目寝ちゃってね、ほとんど覚えてないの。しょうがない、これはちょっと話題にできないわと思って、ね、でもブログには面白かったですけど、それさりげなく書いたんだけどね、うん、ちょっと心が痛んでね。もう1回見に行った。でも面白かったでしょ。面白かった。いや、すごいよ。爽快でしょ。爽快で、私何がすごいって、うん、まずね、楽しいところから一気に落とされるシーンがあるんだよね。あれね、撮り方、これぜひ見に行ってほしい。あれさ、ほんとさ、うん、今までのインド映画にない印象じゃない、うんうん、インド映画あんまり見てない。そう NO! でしょ。そうで、これちょっと伝わってるかどうかわからないんですよね。いやね、そのチェンジっていうのね、あれはね、泣くんだよ。だから面白いんだよね、きっとね。ずっとあの用の感じだったらダメだし。降りるってなんて英語で、Quiet ね、僕は降りるっていうのが壁に書いて、全然意味わかんないですけどね。泣くよあれ。たまたま俺エネルギーの森さんに勧められて見に行ったじゃん、うん、そう言ってたね。昨日森さんと寿司食って、うん、俺も見に行ったって話になって、あ、盛り上がった。またインド人もいろんな顔してて面白い。違うんだって、それぐらい面白いんだって。ぜひ見に行ってください、ね、きっとうまくいく。でも徐々にやっぱり、うるさい、チリンチリン、徐々にさ、はい、やっぱりさ、あの回復
上映時間の回数が少なくなってきてるじゃん、うん、だんだんだから縮小しちゃってるじゃん、うん、あ、そうなんだ。結構前、そうだから俺が今ね、うん、新宿でね1日2回しか上映してないの。池袋もそうだった、2回。あ、そう、うん、面白かったでしょ。面白かった。俺ね、泣いたよ。私も号泣だよ、号泣。ないたまでさえ泣きやすいんだから。3回ぐらい泣くよね。泣く、あれはね。ね、さあ次行きましょうか。次行きましょうパッパと行きましょうね。いやー、はい、でもこのインド映画の話はずっとしていたいね、うん、あのじゃあ今週のニュース行きましょうか。ニュースなくなったか、ニュースなくなった。今週のニュースなくなったんだっけ、うん、はい、強制終了。強制終了。あ、いやいや、トト行ったね。トトと、じゃあ、あのトトはね、トトはね、うん、あの一口しか買ってないので、今回今回一口しか買ってないので多分外れてるだろうから当たってたら来週報告します。分かった、オッケー、さらりと。え、今やらないんですか。今やる。いいよ、じゃあちょっと持ってて、これなぜこうなったかを、じゃあみちさんが調べたらね、私が説明しましょう。はい、お願いします。なんと毎週木曜日にジョンが買っているんですけれど、ディレクターのジョンがね、昨日ジョンからメールがありまして、買い忘れたっていうね、報告がありました。俺がそしたらなんと一口買ってたっていうね。これは何ですか、何のために買ったんですか。億万長者になろうと。チープな男ですね。それが当たった場合の割合はどうなるんですか。基本的に僕ですね。さすがだよね、あんだけ散々ジョンが当たった時のことをね、分配する。200円で億万長者になりたいの。とんだバカだね。本数字いきますよ、はい、5。あ、おー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 、来てた。5当たっちゃう。次、6。ない、バカ。うわー、6、15。ない、23。ない、40。ない、43。ない、ボツ。なんだよ、もう宝くじって当たる当たる言うから買ってんのに当たんねえじゃねえかよ。あ、切れちゃった。これテンション下がるシーンだからやめてこ、上げてこ、上げてこ、上げてこ。はい、みやこ、昨日なんか面白いことあったんだって。そうなんですよ、失電抜刀さん。私あのね、うん、前に毎朝、うん、あ、危ない、あと4分だって、4分で話さなきゃ、うん、あのね、バイトしてるのね。朝赤坂の喫茶店でバイトしてるんですよ、うん、これでね、こちらがね、見えるかな、この喫茶店、これがカフェドクリエっていうね、見える、カフェドクリエ、シャッターが今閉まってる状態。そうです、ちょっともっと下ですね、もっと下、これ、はい、シャッターが閉まってる状態。カフェドクリエっていうね、はいはいはい、お店なんですね。で、うん、毎朝7時に開店準備入るんですけど、うん、昨日もいつも通るお店に行ったらね、うん、なんとね、うん、この通りにね、うん、バン、ははは、寝ていたんですね。7時 ?6 時7時、7時もう結構な時間じゃない。そうでね、まあうちの目の前じゃないからいいやって思ったんだけど、お隣の店だからね。ただね、うん、毎朝、うん、このエリアをこの時間に掃除するおばちゃんがいるの。はい、うわ、これ気の毒だなと思ってね、邪魔だしね。そのおばちゃんは何、町のおばちゃん。うん、ここ管理してるおばちゃんの、掃除をするこの近辺を、近辺エリアを。まあ、まあ、それから気になるけど、まあいいや、ね、今日は、うん、そしてね、後日だそれは、うん、おばちゃんどうすんのかと思ったらね、うん、なんとね、おもむろにホースを引っ張ってきてね、うん、水をまき出したの。え、そしてね、え、その水をまいた後の写真がこちら。寝てる、まだ寝てるね、もう明らかにもう水浸しになっちゃってんの。水ザーって流れてんじゃん、寝返り打ってる。そしたらね、うん、もうこのこれびしょびしょだよ。そのあるそんなこと。すぐ立ち上がって、うん、もうこの人出てったの。なんとおばちゃんね、一言も喋らずにね、酔っ払いを追い払ったんです。違うよ、そこじゃないよ。そしてね、うん、そのおばちゃんがこちらのおばちゃんです。池口照子69歳。ピースしてるよ。乗せてピースしてるよ。大丈夫です、大丈夫です、私の親友なんで。なんだよこれ。さらにこれは全然関係ないんだけど、私の写真にたまたま写ってた悪魔の写真、ドン。いつのだよこれ、いつのだよ、去年のですよ、ね、これ私のネタ見てる人は分かるけど、ね、でネタで使ってるどういうこと。いやこれさ、何、あのアッパのおばちゃん、アッパのおばちゃんじゃないけど、それぐらいの派手さを醸し出してる、ね、いや何、この格好で掃除してんの、ね、これはこれ私服、そういう時はもう掃除っぽい格好してんの、これ私服、私服なの、ね、これ俺なんか昔は元はキャバレーのホステスさんですから、やっぱ今でも派手ですよ。ちょっと今度じっくりこの人に関する情報をじっくり話そう、万札は股間にしまってあるから。小銭ないときそしたらお金そこから出すってこと、もちろんですよ、キョロキョロしながら、ね、ぶっ飛んでるおばちゃんだから。あ、次回の放送告知、嘘、もう終わり、参ったな。私たちですね、コメディフェスティバルというお芝居のフェスティバルに参加してまして、うん、8月の16から25までやってまして、
ぜひ見に行ってほしいと思うので、ホームページ等で検索して調べて、ぜひ予約の方お願いいたします。いやよく喋った。俺も気になって気になって、はい、まずこの人も気になるし、これ次回もう一回だけちょっと話聞かせて詳しく。さあ、もうジョンがすごい目で見てる、目で見てるから。 次回の放送、もうこんな15分って短いの。短いね、あっという間だね。こんな15分って短いの、うん、そうね、そう、来週はですね、土日で稽古よくさ、10分15分の放送って、次回より役者なんだから演じながら放送していただきます。演じながらだって、どういうこと。毎日お二人に、何かしらの職業的なお題をひっそりと自衛隊でとか与えますので、グッソー来週の放送はってそれを言わなくても見てる方に何の職業かどうか、職業やってるか伝わるようなキャラを1週間で作り上げて放送に臨んでください。なるほどなるほど。後ほどお二人に別々の職業をお伝えいたします。お互い知らないんだね。はい、はい、じゃあお互いに当てっこもできるってこと。そういうことです。で、最終的にその日の最後に分かるってこと、ね、はい。じゃあ服とかあんま買えない方がいいね。あ、全然それはお任せします。お任せだって。役作りは、はい、漁師とかすぐ分かる。よろしくお願いいたします。はい、わかりました。次回の放送です、ね、次回の放送ですね、来週は3日土曜日にありますね。3日土曜日で9時に稽古あるから、うん、あ、これ深夜放送じゃない。そうだね、うん、9時20分からいい。もこの後は何もないからね、うん、大丈夫、いけます。9時15分からにする。やっぱり9時15分にしようか。じゃあ、8月の3日土曜日とも引き、うん、9時15分からはい放送ですと。はい、手帳に今書いた方がほんといいよ。俺ほんと忘れるから。私大丈夫、大丈夫、大丈夫、うん、放送ということで、はい、15分って短いね。短いね。でもあとね、ペラペラペラ喋って、ね、来週やっぱ30分放送に拡大しましょうか。5 4 3 終わる2 1